リート、ソッシーのラジオ歴史小話、じゃが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 、思わずシェアしたくなる歴史の話ということで、病気と歴史ということでですね、うん、前回は糖尿病を取り上げて、はい、藤原道長とか明治天皇、はい、この二人がね苦しんだという話をしましたが、うん、今日はですね、はい、贅沢病といえば痛風ですか。そう、はいはいはい、風が吹いても痛いという痛風、うんうんうん、はいはい。ソッシー、痛風なったことある？ないですけど、なんか職場でなってしまってすっごい歩きづらく痛そうにしてる人がいるのは見たことがあります。リートンはあるんですか、痛風になったこと？なんかちょっと声トーンが低すぎるなんでそんななんか深刻な告白をするみたいなシーンになってる。いやだってこれ僕かかったことないからは本当に意味で分かんないですけど、めちゃくちゃ痛そうだから、なんか恐る恐る聞いちゃったっていう、うん、そういう気持ちなるほどね。俺なったことあるよ。あるんだ。多分なったこと、だってあれは、うん、あの痛みは痛風だったと思う。えあのね、はい、俺はね、あの土踏まずが膨らむのと、はいはいはい、あの小指、うんうん、右足のね小指の関節がね、うんうん、痛かった。あこれ痛風でしょ多分。いやそうでしょうし、僕その関節の方はイメージがあるというか、多分そういう痛みなんだろうなと想像したんですけど、土踏まず膨らむんですね。なんかね膨らんでる感覚がするというか、なんか足のところになんか詰まってる感覚というか、はいはい、で痛いの。いやでもちろん酒飲みすぎた次の日よ、うんうん、だあの二日酔いとともになんかみたいな感じだったんだけどもうん、うん、いやもともと我が家系はですね、うちの家系、はい、うん、すごいありがたいことに、うん、がんはねほとんどいないのよ。聞いたことないの。そうなんですね。珍しいというか、がんになったとか、うんうんうん、はい、がんになったとかがんで死んだとかって聞いたことなくて、はい、うんうん、その代わり、うん、こう血糖値と、はい、尿酸値がですね、あははは、高めの家系でございました。なるほどでございますね。そう、うん、なので、はい、まあ尿酸値はね、うん、結構ね本当にデフォルトで高くて、うん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 、もうあれいくつだっけ、 7.0 とかでやばいんだっけ。その、はい、若い時なんてね、はい、お酒ちゃんと抜いて、はい、うんうんうん、健康診断受けに行っても 8.9 とかあったりした、だってその基準が7でいったらもう、うん、ほデフォで7超えちゃってるって感じなんですね。でもまあ割かしなんか強いというか、うん、あんまりそんなに出てこない、はい、まあ、人によってね多少その差は当然あるから、うんうん、そのこう尿酸が、うん、こう血液から出て刺激する、はい、レベル感っていうのは人によってね、はい、多少違うみたいなんだけれども、うん、まあ基本的に痛風というのはですね、まあ、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、はい、まあ、動物性の食べ物、うんうん、お酒、はい、まあ、こういったものをね美味しいものに含まれるということから、はい、贅沢病とか、うん、帝王病というふうに言われており、うん、まあ、昔からねこれも見られていて、うん、この痛風いつぐらいからその症状として見られて記述とか歴史とかがあるんですか？これはですね、うん、エジプトのミイラ、はいはいはい、ミイラの関節からですね、はい、尿酸塩が見つかったと、なんという報告があったりとかですね。そこに尿酸塩を探しに行ったっていう好奇心も、まあ、見つかった、ね、見つかった別に探しに行ったよ、わざわざ尿酸あるかなって探しに入ってない尿酸あるかなって探しに行ったわけじゃなくて、多分別に分析したら出てきたんで、ね、結果として、あ、見つかって、はい、あ、じゃあこの人多分痛風だったんだな、うん、ってことはまあその飲み食い結構しっかりやってたんだなみたいな、そういうで紀元前に、はい、まあ、医学の父と呼ばれている、うん、ヒポクラテス、はい、まあ、この人がね、はい、痛風の報告をしており、はい、西洋史世界史だとですね、うん、もう紀元前のアレクサンダー大王、うん、はい、紀元後で言ったら、まあ、カルロス5世、おフリードリヒ、あ、ルイ14世、うん、という帝王から、なんと果ては、はい、果ては宗教改革のルター、マルティンルター、はい、マルティンルター、うん、ミケランジェロ、うん、ね、ダンテ、ゲーテ、ニュートン、ダーウィンと、いやー、上げたらキリがないぐらい、キリがないぐらい、ね、その逆で、はい、日本にはですね、はい、
なんと明治時代以前に痛風がないとされてるんですね、うん、今挙げてきた歴史人物的なメジャー人物ビフォア明治時代では日本史上はいないんですね。そう、安土桃山時代、まあ、うんうん、織田信長とか豊臣秀吉の時代だな、はい、戦国時代の終わり、うん、はい、日本を訪れたルイス・フロイスという宣教師、はい、この人がですね、うんうん、まあ、いろんな日本の記録を残してくれてるんだけど、うんうんうん、この人の中にですね、日本人には痛風がいないと記録をし、はい、さらに明治の初め、うん、まさに文明開化の直後にやってきたベルツさん、はい、ドイツ人医師のベルツさんも、うん、日本人は痛風いねえなそのなんか感想を覚えるってことは、もしかしたらルイス・フロイス、あとベルクさん、まあ、ベルツさん痛風で苦しんでたのかなってちょっと勝手に想像しちゃう。まあ2人が苦しんでたかどうか知らないけど、うん、はい、一般的だったわけだよねきっと、うんうんうん、その、はい、だから日本語だと帝王病とか贅沢病って言うけど、うん、実は、はい、西洋だと、まあ、はい、結構、うん、デフォルトな病気というか、うん、当たり前の病気だったわけで、うん、はい、日本で痛風が忽然と現れるようになったのは、うんうん、明治になってからなんですねと。ほう、そうなんだ。だから、で、しかも、うん、その増えたのは、はい、1960年代とかも日本が豊かになってから、うんうんうん、高度経済成長とか終わった後に、はい、うん、今痛風っていうのがメジャーな病気として我々もなっている、うん、そうなんですね。で、その前までの明治、うん、日本においては贅沢とか、はい、お金持ちとか、うん、そういう人しか、うん、なれなかったってことになりたくないんだけど、うん、なることがなかったと。そう、でもそれなんでだろうな、うん、あれですか、なんか明治の文明開化以後になんか食生活ガラッと変わって、なんか牛鍋とかすき焼きとか食べるになったみたいなそういう絵が、そういうことだよ、ね、日本史であるじゃないですか。そう、あれが原因ですか、やっぱ原因、もしかして。そう、やっぱ食事内容で動物性のね痛風になる尿酸のを含んだ食べ物、うん、食生活が変わってそれが多くなったっていうことと、やっぱ飲み物とかもね、お酒も、まあ醸造酒、焼酎とかは、うん、尿酸値上がらないというか、うん、その、うん、プリン体が少ない、うん、久しぶりに言ったらプリン体プリン体が少ないとかさ、うん、よく言うじゃん。そうですね、ビールでもプリン体なんか何とかパーセントオフみたいな、ね、オフ、うん、でビールなんて特にでもプリン体が多い飲み物だっていうふうに言われてるわけなので、はい、やっぱそういうさっきね、ゲーテとか、うん、カルロス5世とか、はい、まあ、ドイツ系の人の名前も何人か挙げたけど、やっぱビール飲んでたらね、痛風になりやすい、うんうんうん、はい、ということもあり、はい、やっぱこう日本の痛風という歴史、うん、日本の痛風患者が増えてきた、はい、戦後に増えてきたっていうのは、まさに日本が西洋化してた、はい、食事が欧米化していって、はい、動物性タンパク質をたくさん食べて、はい、飲酒をしてと、はい、まさに飽食の時代を迎えたからと、うんうんうん、いうのはやっぱ陰にあった社会構造の変化ということなんだよね、はい、なのでまあ、やっぱりこう生活習慣病というもの、うん、これは改めてね、こう人間の社会っていうのはどんどん変わっていくと、うん、で、まあ、江戸時代なんてのはみんなさ動いてさ運動してさ、はい、うん、頑張ってて、うんうん、運動してたわけで、はい、で、はい、動物性タンパク質とか、うん、そういったものも、まあ、逆にね江戸時代は、うん、特に、まあ、江戸患いと言われたあの病気があったけどね。と、何の病気でしたっけ。かけって何でしたっけ。もう、ね、うまく説明できないんだよね、かっけって。かっけビタミン B が欠乏してなんだけど、うんうんうん、なんか症状が何なのか、全身の倦怠感、食欲不振、手足のしびれ、神経炎、まあ、はい、江戸時代の多くの人がね亡くなっているかっけ、心不全とかね、神経障害とか、うんうん、江戸患いと言われた、はい、これはビタミン B が不足しているがゆえに、はい、うんうん、ビタミン B1 か、うん、こう不足してなる病気で、はい、だから痛風がない代わりに、ね、うんうん、江戸時代は脚気があったということなので、はい、まあ、やっぱりバランスのいい食事をしっかりと取るということ ね、うんうん、はい、ね、これは大切だよね、うんうんうん、ビタミン B、 そう、逆にビタミン B1 なんていうのは動物性食品にね、はい、含まれているものだからさ、うん、だからアジア以外だと、まだ、うん、西洋だとね、はい、逆に
活気が少なかったっていうのがあるから、うんうん、そっかそっか、まあ、やっぱこう食生活っていうのはやっぱバランスの取れたっていうのがね、うん、欠かせないと思います。だゴールデンウィーク明けて、うん、4月、まあ、歓送迎会があったりとか、はい、ゴールデンウィーク中にね結構食い倒れをしちゃったりとかして、うん、こう結構体の食生活乱れたなっていう方もね、うん、たくさんいらっしゃるかとも思いますが、うん、まあもうゴールデンウィークも明けて2週間もね、はい、経ちますので、うん、そろそろ、うん、こうもしかしたら夏に向けて、はい、うん、改めて自分の、ね、食生活を見直す、はい、まあ、そんなきっかけにこの話がなるかどうか知らないんですけど、わかんないですけど、はい、こんな感じで、はい、まあ、日々皆さんね健康に、うん、健康が一番ですよ、一番です、健康に過ごしていきましょう、はい、我々も気をつけましょう、はい、はい、ということで今週のラジオ歴史小話はここまで、お相手は私リートンとソッシュでした。バイバイ。バイバイ。ラジ歴会員サイトに登録しませんか？ラジ歴会員サイトに登録いただくと、日本思想復習編の全エピソードをはじめ、会員限定コンテンツをお聞きいただけます。また、無料会員だけでなく、月1ドルからラジ歴の活動をサポートいただけるサポート会員も募集しています。番組概要欄に記載の会員登録フォームから、ぜひ登録をお願いします。サポート会員に登録した後も簡単に無料会員にプラン切り替えも可能ですのでご安心ください。たくさんの方からの登録をお待ちしています。